こちらは映画メガネのロケ地になったトゥマイビーチです。大きな岩に囲まれたとっても静かなビーチです。このビーチはプライベートビーチとしても人気があるそうです。またこのトゥマイビーチの砂なんですが、ここ与論島の中でも特に粒子が細かくてサラサラしているそうなんです。見てください、ほらこんなにサラサラしています。細かくて真っ白で綺麗な砂ですね。こちらは砕いたサンゴを敷き詰めた道、コーラルウェイです。空港が目の前にあるので、あのように今からまさに飛び立つ飛行機の離着陸を見ることができるんです。今まさに飛び立とうとしています。行ってらっしゃい。間近で飛行機の離着陸を見ることができますよ。行ってらっしゃい。そしてこの道は与論マラソンの人気コースとしても多くの方に親しまれています。今飛び立っていきました。もう真横に滑走路があるので臨場感がありますし迫力があります。わあ、いいですね。ドキドキしました。